どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回の曲はもう日本を代表するロックバンドと言って も過言ではないでしょうね。ワンオクロックの、しかも代表曲ザ・ビギニング、この曲めちゃ熱い、エモくてロックでもかっこいい曲、これやりましょう。これをね、この曲、このウクレレで再現して、あのムード高めていく感じで演奏してみたいと思います。はい。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にできるようにしている、もうガズレレ簡単バージョン。コードはですね、6個で収めました。これはいいですよ。パワフルに歌っていきましょう。で、後半はね、かっこいいバージョンやるんですけど、これはですね、あの疾走感と力強さを、もうすべてをこう、ウクレレ一本でこう再現する、もう、なかなか濃厚なことになっております。はい、かっこいいバージョンまで、2バージョンまで、最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がですね、もっと最高なんです。今ね、ご覧くださってるこのガズレレ YouTube ではですね、今までね、私音楽やってみたかったけどチャンスがなかったなとか、私不吉祥なんてきっと無理だと思いますとか、楽器やったんだけど挫折しましたという、そんな皆さんが、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるようにして、できるプログラムがあるんですよ。このガズレレのプログラムを見てですね、今もう全世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽始めてます。もうつい先日、チャンネル登録者の方も15万人超えました。もう皆さんもね、すぐできますからね。はい、もうちょっとしたらそのね、ここにプログラムのリンクを貼りますね。じゃあそこに行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。YouTube 動画ですから無料ですよ。はい、皆さん今すぐ始めましょう。ここから行ってらっしゃい。クリック。言ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレ、小さいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、もう1500曲、もう1600ぐらいに、1600曲ぐらいもうあると思いますね。ぜひ皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。皆さんのね、好きな曲もガズレレ取り上げていると思いますよ。ぜひ始めていきましょう。はい、それでは、今回のテーマソング The Beginning、 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。Just give me a rhythm to keep my heartbeat. Don't worry, it's safe right here in my arm. As our world unfolds, the part around us, all we can do is hold on, hold on. Take my hand.
た失わぬようにと手を広げればこぼれ落ちそうで失うものなどなかった日々の犠牲を捨てて君を Just tell me what baby They might call me crazy For selling a file Until there is no more 憂いを踏んだ線香眼光感覚的勝負ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。シンプル簡単バージョンで4つ弾きなんだけど力強いというかもうエモーショナルですね。やっぱり感情がガーッとこういくという感じ。まずはここから始めていきましょう。はい、ああテンションが上がりますね。はい、で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。フルコーラス私全部やってみたいなという方もしいらっしゃったら、主に2番のところをショートカットさせていただいてるんで、1番のコードを書き足して2番のコードを書き入れて、自分で楽譜を作っていただくのをおすすめいたします。ちなみにこれですね、ワンオクロックと同じキーでございまして、今のショートシンプル簡単バージョンでも4分近く結構長さもあるんですけど、まあ今の感じ、まずはね、これ基本のところ全てやってますんで、これを今やったシンプル簡単バージョンの YouTube ガズと一緒に合わせて何度も何度も練習して、一緒にそこに合わせられるようになるのをまず最初の目標にしてください。はい、そしたらですね、まずそれでもすごく素晴らしいことだと思うんですけど、次のステップもあるんです。次のステップは何かというと、 YouTube 動画に合わせるんじゃなくて、皆さんお一人だけで、自分一人だけでこう演奏してみる。それ自分一人だけで音楽とリズムとメロディーをこう生み出す、音楽を生み出す、ぜひこれをやってもらいたいんですよね。その時にはやっぱり、ね、楽譜が必要でしょうね。この曲いずれはね、大好きな方覚えちゃったらいいと思うんですけど、なかなかすぐに覚えられないんで、まずはね、楽譜を見ながら自分一人でやる練習がいいと思うんですよ。じゃあ楽譜ってどこにあるんですか、どうしましょうって話になると思うんですけど、いつもですね、画像はですね、はい、見てください。このノートを見ながら今も演奏したんですよ。書き出したんですよね。はい、今日は2枚にわたってるこんなにいっぱいあるんですけど、はい、これを見ながらやってるんですけど、もうちょっとしたらこれ画面にお写しにして、こんな風にメモったらいかがですかというふうに、ご案内しようと思うんですけど、今このサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のザ・ビギニングを含む、ガズが書きまくって書きまくって、もうものすごい膨大な、数のノート楽譜があるんですよ。その中から皆さんがやってみたいな、面白そうだなという曲を5曲選んで毎月ね、ダウンロードしてもすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あと、それと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれ、
勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じ。で、ガズレレ大学は、ちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとして、キャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんで、ご活用ください。それでは、楽譜を見ていきましょう。The beginning. One o'clock rock. 丸1ってことは丸2があります。今日は2枚にわたってますよ。はい。ちなみにこの曲、ほぼほぼ英語なんですよね。英語なんですよ。で、嬉しいことに、これ原曲キーと一緒なんで、CD とかと一緒に演奏できるんで、まずこんな感じでやってみてください。はい。これね、英語歌うのなかなかこれはね、もう、やっぱり聞いて、イメージ。ボーカルのタカさんのイメージを膨らませながらやっぱり、ね、真似するように歌うのがキーポイントだと思いますね。はい。で、今日ちょっとワンブロックがこう短いですかね。ここで1234123と感じで、やっていきますと。はい。ちょっと早かったですよね。ちょっとこれ早いなってことはワンブロック2個ずつでもいいと思います。じゃん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 でやってみる。初心者の方。慣れてきたらじゃん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 4つ引きでやってみようと。こんな風に考えてもらうといいかもしれません。はい、じゃあここ、こうやって映していくんで、一時停止でメモっていただくか、動画のね、演奏動画中のテロップを一時停止して書いていただくか、先ほど紹介しましたガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードするかして、どうにかして楽譜を用意していきましょう。はい。で、ここ下にくるっと囲ってるやつ、後半やるかっこいいバージョンで、ここでなんかいろいろフレーズというか、決めのフレーズが入るよとかいろいろ書いてありますということでございます。でね、ちょっとね、注意点があって、ここの、So stand up, stand up. ここだけ言葉がめちゃくちゃいっぱいあったんで、ここだけワンブロック広くなってますから、この大きさ、わかる？この大きさがここまで拡大されてます。まあこれが普通の、通常の大きさなんですけどね。はい。ここだけちょっと要注意。はい。書き方の違いですね。はい。で、ここがサビなんですけど、ここも言葉がね、いっぱい詰まってるんですよね。ここら辺のこの読み解きがちょっとあれなんですけど。まあちょっと場所の節約で、ここはちょっと、書き込んじゃったんですけどね。はい。で、ここをサビの2行って、で、ここまで行ったら、ブリッジパートに飛びます。はい。で、ここの2枚目に渡るよということで。はい、ここ間奏で。間奏が入るかな。で、この矢印があるんですけど、これはかっこいいバージョンで出てくる、シンコペーションのマーク、後で解説していきます。ここは間奏、長めの間奏ですね。で、ここで、まあ、ブリッジパートというか、ちょっと、サビのおとなしい感じで、ここをやって、で、ここでサビ1に戻ります。サビ1。で、サビ1っていうのはどこかというと、ここですね。ここを繰り返して、ここまで行ったら、今度また、ラスト、サビラストっていうのがあるんで、ここに、こう、まあ、戻ってくる。そんな感じです。はい。こんな感じになってます。で、ここ、クロッと書いて、ダウンビートって書いて、これもね、後半のかっこいい感じでリズムが変わるよという感じで、やっていきたいと思います。はい。こんな感じのがガズレレのアレンジでございました。はい、出てくるコード見て、これ入門コード6個だけでできちゃうんですよ、これ。嬉しいです。かっこいいバージョンでもこのコードだけです。言っていきます。Am と C と F と G7、E7、Em7。これはもうめっちゃ入門コードのグループ。やったー皆さん。この6個のコードだけでこの曲聴きます。これめちゃくちゃ入門コードのグループ、すなわちこれです。ガズレレ必須コードのグループでございます。このガズレレ必須コードつまり一体何かというと、ウクレレでね、音楽始めようと思っている初心者の方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループの名前です。10個もあんのって思うかもしれないんですけど、入門コードですから。一個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個一遍に覚えようと思うとね、もう頭ごっちゃごちゃになるんで。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう、もうものすごい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。このね、動画見たらね、ガズレレ必須コード、10個のコード、覚えられますから、覚えちゃいましょう。今日その中の6個で行ってみようと思います。はい。で、まあ、今さらっとこう解説しまして、これからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前に、いつもこのタイミングで私は伝えたい。今の4つ引きでしっかり歌ってみましょう。これね、もうほぼ洋楽なんですよ。ね、英語の歌い方とかね、これ結構やっぱりもう本格派で難しいんですけど、まずそこをしっかりリズムとかタイミングとかメロディーを掴んどかないと、後半のかっこいいバージョンでもリズムも難しくなるし、歌は変わらず難しいところで、まあごちゃごちゃになっちゃうんで、まずはこの4つ引きで歌のメロディーとタイミングをしっかり確認してね、やる方が、いいと思います。それをおすすめします。しっかり聞き込んでね、もう真似でいいと思うんですね、最初のうちは。はい。さら、そんなことを踏まえながら、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンは出てくるコード全く同じです。じゃあ何が違ってくるかというと、やっぱり弾き方、主にそういうリズム関係ですね。ちょっと見てみると、今日のね、出てくるリズムをちょっと紹介しようと思うんですけど、たくさんあります。いきますよ。ドン。8
ットビートのチャと、ブリッジミュートとダウンビート、ダウンビートっていうのはね、ちょっとね、後で解説しますけど、これ16ビートのチャなんですよね。はい。まあ、これ後で説明します。ダウンビートと、あとはね、3連のビートが入ってきます。ちょっとそれは後で解説します。そんな感じのリズムでいこうと思います。今この映ってるやつはですね、ちょっとここのリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画っていうのがアップロードすでにされておりますんで、そこを見てじっくりリズムの練習はしていただきたいと思います。基本のね、リズムの弾き方ですね。8ビートのチャっていうのは基本になるんですけど、この曲で言うと力強いこの疾走感バッチリな感じ、このダンチャ、このチャでドラムのダンバランスダン、このスネアドラムを表現してる、パーカッションの、ニュアンスもあるのがこの8ビートのチャでございます。これがね、この曲の一応主なリズムになります。この疾走感あふれる8ビートのチャ、まあ、これを最優先でまずやってみるのをおすすめします。そうしたらちょっとね、歌の始まりの方からちょっとご案内していこうと思うんですけど、まず歌の始まり、Just give me a reason の最初のところなんですけど、ここ、ブリッジミュート使います。ブリッジミュートっていうのは、ここのことをね、ウクレレのここのことをブリッジって言うんですけど、この白い弦がこう出てる、ここに手のこの部分をこう当てて、音を鈍く止めるんですよね。それでおいて今コードを Am 押さえると、音を濁らせる。ズン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 。これエレキギターのね、こうズン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 みたいなのをちょっと再現してるんですけど、これをブリッジミュートと言います。このブリッジミュートっていうのも先ほどのリズムの解説のところで濃厚に解説してますんで、これやってみてください。リズムが安定的に弾けるように、ここがキーポイントです。これはなかなか簡単そうに見えるけど、ここ、ずっとここに当てて弾いてるんで、スナップのみで弾くわけですから、この振りは使えないですよ、肘とかの。この、はい。このブリッジミュート、この曲、めちゃくちゃ出てきます。これ、ロックバンドの曲では、このエレキギターのズン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 みたいな感じのね、このミュートっていうのよく出てくるんで、この曲、A メロのね、前半のところも、このブリッジミュートが出てくるよということで、これを覚えておいてください。で、今日ね、ちょっとキーポイントになるメロディーが、イントロの後の感想なんですけど、ここで3連のフレーズっていうのが出てきます。ちょっとコード、テロップ出しますね、感想。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。でしょ、コード進行ちょっと見て、 Am、FC、G7 ですよね。タトタト、F、デジデンテン、C、C、G7、デジデンテン、タトと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 タトタトっていうイメージしてください。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、こんな感じ。タトと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 ダンダン、タトと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 ダンダン、タトと、だから3連でしょ。このフレーズこれね、結構、難しいとも慣れないと。タツ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 タンタン、タツ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 タン。僕の首の動き見た。タツ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 タンタン、タツタツタツタン。ちょっと不思議なリズム。タトと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 タンタン。3連のフレーズを使った感想。そこで、Take my hand, bring me down。これがね、結構ドラマティックにドーンとこう、リズムがうねる勢いで出てくる。これがね、しかもちょっとカッティング入れたりなんかするとよ、もうよりかっこいいです。カッティング入れると、今、チャってちょっと、チャでもいいですけどね。はい。左手でパッと止めて、カッティングもちょっと微妙に入れると、さらにニュアンスが高まりますけど、まあ、ひとまずは、この3連のリズム、ここでドーンと出てくる。ダイナミックに力強く。早くならないように、ここキープ。リズムキープが肝になると思います。で、その後 B メロに行ってサビに行くんですけど、この B メロのところのね、かっこいいですよ。この英語のところが、すごい早口なんだけど、このリズムに英語の言葉のタイミングが乗るのがかっこいいですよ。ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、stand up, stand up, just gonna keep on waking up.ここら辺ね、英語のこのタイミングのかっこよさがね、際立つなと思います。そのままサビに流れ込んでいって、もうドーンとサビ。ダメは、ベイビー。You might call me crazy. ドーンという感じで開けた感じでやって、それで行くんですけど、その後に感想が入ってきます。ちょっと長めの感想。そこでこのマーク入ってきます。この矢印マークはシンコペーションのリズムということで、リズムがドコーンと前に突っ込んでくるよということなんですけど、ここもちょっと特殊なリズムですね。そこの感想をゆっくりやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。デンデデンデデンデデン。Am。 分かるかな？ F 行って Em
イナーセブンもシンコペーションで、A マイナーもシンコペーション。でんでてんでたつたんたたた、でんでてんでたつたん。こうやって覚えちゃった方がいいかもしれない。矢印はちょっとここなんかあるよって感じで、フレーズで覚えちゃった方がいいかもしれない。F、E マイナーセブン、A マイナー。でんでてんでたつたんたた。ちょっと特徴的ですね。はい。ここら辺がね、結構シンコペーション肝になるかなという感じで。で、そのブリッジパズル、間奏が終わった後に、またちょっとおとなしくなって、またブリッジミュートが登場です。そこでまた、ここでガズがここブリッジパズルって言ってます。握りしめた、失わぬようにと、こんな感じで、またブリッジミュートが続いていって、そしてそこからサビにまたドーンとまた戻って、そこでまたダーンとこう、大迫力でいきたいという感じですね。で、サビなんですけど、今回サビに1に戻って、最後ラストのサビっていうのがあるんですけど、ここ面白いことに、前半やったサビの2の同じメロディーラインだけどコード進行が変わるというおしゃれなスタイル。しかもここではダウンビートといってリズムが落ちる。ここがかっこいいんですよ。ちょっとここをやってみようかなと思います。サビのちょっと後半のところからいきます。ファンツーブラインディレキャピビエンルカファビメイディペラキャリスティまあじゃあまあ、こんな感じでドーンとリズムが落ちる。ドーン、スタカツ、タスタス、スタカツ、タタン、タツ。これをですね、ダウンビートというふうにガズは表現しています。8ビートのジャン、タタス、タタカ、ジャン、チャタス、タチャカ、ダーン、スタカツ、タスって、こう一気にドーンと落ちるでしょ。これをダウンビートと呼んでるんですけど、これダウンビートって言うと、難しいような感じするけど、イコール16ビートのチャなんですよね。つまり、コード進行を見てもらうと、このコード進行 F と F、F、G7、G7 なんだけど、ここでドーン、大きい、迫力のある16ビートル、チャって捉えてもらうと分かりやすいかなと思います。ここがですね、最後すげえかっこいいんですよね。ドーン、このダウンビートでこう、なんていうか、こう腰に来るみたいな。ここがね、大好きなところで。ここはね、かっこいいんでリズムキープ落ち着いてやってみてようと思うんです。もう一回やってみようかな。Blind little can't see him. Look how far we made it. Then I can't escape him.はい。このでっかい感じ。で、そこの後に一回決め入ります。このままじゃ、どこに行きます？このままじゃまだ悪いせいことはできないでしょう。最後 G7 でしょうの時に、ジュダーンってこうシンコペーションで G7 一回入れます。このままじゃまだ悪いせいことはできないでしょう。はい。ここに決め入れて、最後はこんな感じで終わっていくということでございます。もうリズムのこのうねりがね、キーポイントです。このブリッジミュートと8ビートのチャと、シンコペーションと、ラストに来るダウンビート。このね、押し引きっていうか強弱がね、すごくいいんですよ。もう全開で全部行きたいんだけど、やっぱりね、一回しゃがんでまたジャンプするみたいな。このね、このエモーショナルな感じ。そしてやっぱこの歌。ほぼ英語ですけど、この歌がね、難しいんだけど、もうツボをついてくるところで、これ相当やっぱ聞き込まないとですね、この歌のタイミングのメロディー、なかなか難しいと思うんですけど、やっぱりいろいろ僕も和訳の歌詞とか読んで皆さんいただきたいんですけど、このなんか、思いがね、すごくこう、熱いんですよね。それを感じながら、まあ、ロックのこのビートに乗せて、力強く歌いたい曲だと思います。はい。やってみましょう。The Beginning。ワンオクロックガズレレ流かっこいいバージョンやってみる！ワン。Just give me a rhythm to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. The world falls apart around us. All we can do is hold on, hold on. Take my hand and bring me.Everything, everything.
call me crazy for sending the file to there is no more. Play you on the single hardcore, can't cut the shoulder, blinded can't see the end. Look up for me, minute, the pain I can't escape it. Come on, my mother, what I said. せーの、ワンクロックのザ・ビギニング、ガズレレレかっこいいバージョンやってみました。もうテンション上がってもう汗だくです。もう突き抜けましたね。これはもう全開でガーッと行きたいロックな曲。やっぱり血が騒いじゃう、血が騒いちゃいます本当にね、いろんな音楽このちっちゃいウクレレできるのも本当ね楽しいですね。皆さんぜひちょっとねすぐにできる曲ではないと思うんですけど、時間かけてじっくり取り組むには最高の曲だと思います。歌っていきましょう。あ、お知らせなんですけど、5月3日ゴールデンウィーク中の5月3日の14時から、YouTube チャンネルで誰でもご覧いただける生配信ライブをやろうと思ってます。特に内容決めてないんですけど、ダラダラ弾いたりみんなの質問チャットで答えたりとかしようと思いますんで、5月3日ね、まあ、ステイホームで家にいる方多いかなと思ってちょっとね、やってみようと思いますので、チェックしておいてください。またご案内します。今日のねこのねガズモデル、今使ってるウクレレはねもうちょっと後でこれご案内するんですけど、こちらガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレ、こちらの2本、ガズのわがままウクレレとセミオーダーウクレレは現在予約注文受付中、ガズの初めてウクレレはこれ販売中です。はい、これそれぞれこのウクレレちょっと気になる方はぜひぜひこちらの方覗いてみてください。これガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたそうというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てる、この赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。